第3条気候機能力機の2億2、100万から2億1、000000前に生息していた、装飾単ユミ類の絶滅した属。単ユミッツナ、10ユミ目、イハー目、リキノドン下目に属する。カンネメリア科の最後期のメンバーの一つであり、彼らが絶滅したことで、リキノドン類は事実上、姿を消している。P ヘスターネスプラケリアスヘステルヌス最大で、 体長約3.5メートル、体重は1トンを超すとされる。首や四肢は頑丈であり、胴体は樽型であった。力のドン類の特徴の一つとして発達した牙が上げられるが、この属では、上額剣士が縮小した代わりに学骨が前下方へと突出、置き換わっている。カンネメエリア化全体に学骨が突出する傾向があったが、剣士と置き換わったのはこの属のみである。しかし、 なぜこういった進化が起きたのかは不明である。化石が川や湖であった場所から多く発見されていることから、反乱源に生息し、原生のカバなどと同様の反水性の生物であったとされるが、本種を含む力のドン類の骨格はが暗かつ、陸性的王度が強いため、こういった反水性説には異論も唱えられている。仮に反水性なのであれば、そういった修正は、 ポストスクスなど、陸生の捕食者から身を守るためであった可能性もある。ただし、頑丈な体と思い体重、そして鋭い牙状の突起やくちばしを持ってすれば、大型ディキノドン類もそういった捕食動物を撃退できた可能性がある。実際、1992年の恐竜展の図録には、ディキノドン類に噛み殺されたと、おぼしき肉食波虫類の化石が見つかっている。 との記述がある。それでも対外の植物食動物がそうであるように、プラケリアスも共存した肉食動物によって食べ荒らされたと見られる痕跡が残っているため、時として捕食者の餌食になっていたこともわかっている。おそらく食物は若い早めなど。また、牙の摩耗状態から、これを使って根や根茎などを掘り出して食べていたとされる。他のディキノドン類同様多数の化石が固まって、 発見されていることから、おそらくは群れで生活していたと推定されている。2013年には、敵のドン類の共同トイレとされる噴火石が見つかり、本種にも一定の社会性があった可能性がある。北アメリカ大陸でのみ化石が発見されている。モシキシュピー・ヘスターネスは、アリゾナ州リトルコロラド川で発見された上腕骨を元に記載されている。その後、 カリフォルニア大学バークレー校のチャールズ・エル・キャンプとサミュエル・ポール・ウェルズにより、同川流域アリゾナ州セント・ジョーンズ近くの堆積岩中から干ばつ時に死んだと推定される P ・ギガスの40体以上もの化石が発見されている。ありがとうございます。